ハリオームタッサ。こんにちは、永井由香です。今日は4時間で腑に落とす超簡単哲学講座、ハタヨガプラディーピカ編という講座についてご紹介させていただきます。このハタヨガプラディーピカと呼ばれている経典、なかなか名前が聞き覚えがないな、聞いたことないなって方多いと思うのですが、実は現代日本でヨガをされているほとんどの方が非常に関わりの強い経典なんですね。で、ほとんどの方がヨガ経典のヨガスートラであったりですとか、バカバットギータってものを一番最初に手にすると思うんですけれども、でも実際に練習している内容がどういうものかっていうと、アーサナを行ったりですとか、呼吸を学んだりですとか、もちろん中には瞑想なんかされている方多いと思うんですけれども、そういったアーサナであったりプラーナヤマ、呼吸を操る方法っていうのは、このハタヨガプラディーピカと呼ばれている経典の中に説明されています。実際にどのようにアーサナを行えばいいのか、もしくはプラーナヤマ、呼吸によってどうして私たちの体であったり心っていうのが純粋な状態に戻っていくのか、さらにその次にムードラと呼ばれている段階、呼吸やアーサナであったりを組み合わせた練習、どういったものがあるのか、その後到達するラージャヨガ、深い瞑想状態というものは一体何なのか、ラージャヨガの瞑想の練習とはどういったものなのか、といったような具体的なヨガの実践方法っていうのは、このハタヨガプラディーピカと呼ばれている経典を読むことによって理解することができます。日本ではなかなか馴染みがないものですが、実はインドでヨガを勉強されている方っていうのは、ほとんどの方がハタヨガプラディーピカのようなハタヨガ系の経典を勉強されていて、でその中で例えばチャクラ、体の中にあるエネルギーセンターであるチャクラがどういったものなのかといったような、私たちがアーサナをする中で知っておいた方がいい知識っていうのを学ぶんですね。それが分かっていないと、どうしても西洋的な解剖学であったりですとか、そういったものに頼りがちなんですけれども、もともとアーサナであったりプラナヤマっていうのは、そういう科学であったり生物学ではなくて、インド独自のエネルギーの使い方について学ぶものであったはずですので、そういった古典ヨガの本当の目的であったりだとか効果で、正しい練習法を理解していただくためには、このハタヨガプラディーピカについて一緒に勉強していただけると、自分自身のヨガの練習がますます意味のあるものになってくるんじゃないかなと思います。では講座でお待ちしています。よろしくお願いします。ハリオームタッサ。